ファイト一発。充電ちゃんは、ジタマによる日本の漫画作品。ワニブックス、コミックガムにて連載された。現実世界とは異なる平行世界に存在する会社、ネオジム総合充電社に勤めるドジ OL のプラグ、クライオスタットが、同期のアレスタや人間世界の近江千昇らの協力者を得て、生命深度の著しく低い人々に充電作業を行い、魂の回復を促しながら、自らに隠された意味に立ち向かう物語。話数は、チャージで表現され、第31話からサマコバ社編となっている。充電ちゃん漏電ちゃん2006年6月24日。発売 ISBN978 から4から8470355524。2007年3月24日。発売 ISBN978 から4から8470355937。2007年9月25日。発売 ISBN978 から4から8470361633。2008年6月25日。発売 ISBN978 から4から8470364082 2009年1月23日。発売 ISBN978 から4から8470366822 2009年9月19日発売 ISBN978 から4から8470370090 2010年10月25日。発売 ISBN978 から4から84703755 2011年9月24日。発売 ISBN978 から4から84703784 2012年7月25日。発売 ISBN978 から4から8470382211 ISBN978 から4から8470382228 2014年1月28日。発売 ISBN978 から4から84703905 ISBN978 から4から8470390722 2009年6月より AT-X にて同年10月より独立 UHF 局系にてそれぞれ放送された。全12話。ナレーションは、三石琴乃が担当。ファイト一発。充電ちゃん。秘湯呪弾天空温泉は、DVD 初回限定版の同梱 DVD に、収録の映像特典スペシャルエピソード。ファイト一発。充電ちゃん。天才、プラグの元気が出るラジオ。のタイトルで、音泉にて配信された。全13回。プレイステーションポータブル用ゲームソフト、ファイト一発。充電ちゃん。CC が UMD 版が2010年5月27日に、ダウンロード版が同年7月22日に、ラッセルより発売された。ありがとうございます。